びっくりしてビデオ止めたら電話がかかってきて、見ただろ、その子1週間経って同じ時間に死んじゃったんだって。どうしたらともか、それ誰から聞いた？無言電話だったみたいだけど。やだ。それで泊まりに行ったって話、岩田くんたちと。何にもなかったのよ。どうしたらとも、ともか。って。どうしたらともか。見たな。うまく言えないけど。私を脅かそうとしてるんでしょ。分かった。もう死んじゃった。いやいや、騙されてる。どこまで本当なのに、岩田くんたち止まったんでしょ。どこまで行って何やったの。いや知らない。